カモネママ、お休みする前に月姫本編でも MBTL でも何でも構わないから、党の式に関する楽しいお話聞かせて。なんだこのお便りは。強いやつ来たぞ。強いやつ来ちまったな。月姫本編とメルブラの党の式に関する楽しいお話。若干の怪文書味があるけど、月姫本編でしょ？月姫本編の党の式に関する楽しいお話でしょ？いや、あいつの言動すべてが楽しいけどね。党の式のさ、まあ、月姫本編の話、まあ、ネタバレはしないんだけど、月姫本編の党の式さ、あいつ言うこと聞かないでしょ、マジで。頼むわ。周りの言うこと聞いてくれってマジで思う。やってて。マジで思う。本当お願いしますね、兄さん。つって、こう、すごい心配そうにしてる、アギア。わかったわかった。わかった。今夜は大丈夫だ。今夜は休むわ。今夜は休む。今から公園に行くか。つって。お前、言うこと聞けよ、マジでよ。みたいな。門限は守んないし、言うこと聞かないし、危ないから戦うなっつっても出てくるしさ、マジで言うこと聞かないんだよね。あんだけ言うこと聞かない主人公、なんだろうな、スクールデイズの伊藤誠ぐらいに言うこと聞かない、マジで。いや、ほんと言うこと聞かないね。そうだな、メルブラの方の党の式に関する楽しいお話ってなんだろうね。まあ月姫本編だと、まあ、定期的に言ってるけど、宇宙猫みたいな顔になってる式がめっちゃ好きだわ。あのパートな、ちょっとあんまり突っ込むとネタバレになっちゃうけど、あれはねマジで面白かった。深夜にプレイしててマジでずっと声出してずっと笑ってたからな。あのパートはねさすがに面白かったね。まあ月姫マジでそうなんだよな。シナリオでその笑えるシーンもあって、熱くなるシーンもあって、泣けるシーンもあって、まあ、かなりなんだろうな、感情をずっと揺さぶられ続けていた感じはするわね。党の式の話でしょ？なんだろうな。まあ、例えば、ちょ、今ゲーム画面見えないと思うんですけど、なんかある？存在が全て面白いけど、それじゃない。スタートボタンどれ？これか。ファントムブレイカーのボタン配置に慣れてしまった。このジャンプ C のモーションがなんだろうな、だいぶスタイリッシュになったね。党の式はこれ、原作のさ、NBAA とか NBAC の時の党の式のジャンプ C、すごいんだよね。バタ足みたいな感じの、チタバターみたいなジャンプ C なんだけど、だいぶかっこよくなった。ここまでは前もこんな感じなんだけど、このね、形がね、もう全然違う。特に違うのが、この中割りの瞬間、ジャンプ C が出る直前のモーションの時に手と足がジタバタってなってるポーズなんだけど、それはねだいぶ変わった。あとこれな、切り札その1というか、一陣なんだけど、これはねやっぱ一番変えたよ。一番変わった。前のモーションって確かないよな。だから
あの元々のモーションって切り札その1の、まあ、こんな感じのね、厳密には違うんだけどこんな感じの技でさ、くらえって突っ込んできたじゃん。これがね、なんだろう、こんな感じのやつがよく波動で出てたんだけど、こんな技がさこんな技が出てたらすごいじゃん。まだこっちの方が良くない？打点的な意味でね。まあね、性能は一旦置いといて、だいぶスタイリッシュになったよねこれ。その切り札その1、元のやつに比べると、元のやつがよいしょって感じのモーションだったんだけど、それに比べるとだいぶスタイリッシュになったから、まあ今作のというか月夢リメイクもそうなんだけど、塔の式の雰囲気一番変わったと思うね。いや、月姫本編に塔の式は映ってないんだけど、本編ではなくて、まあ、とりあえずメルティーブラッドでね、塔の式ってさ、なんだろうな。まあ、昔のメルブラ勢ってノビって言うじゃん、式のこと。ノビって言うんだけど、まあ、ノビ感かなりないよね、今、さすがに。さすがにノビ感ない。こいつを伸びって言ってるやつはマジでオジしかいないから。伸びの切り札って言われるとそんな技はないってなるからね。はい、という感じで、楽しいお話でした。なんで伸びなの？いや、伸びたに似てたから、昔丸メガネしてて伸びたくんみたいな感じだったから言われていた。かつ七屋敷がいたし、両儀式もいるんで、その最終的にその式って呼べないんですよ、こいつのことを。カデンザーは七屋がいたし、アクトレスアーケインはあれだったしで、塔の式って言って、式って言うと七屋なのか両儀なのか分かんないし、塔のって言うと秋葉なのか式なのか分かんなくて、結構詰むんですよね。んーじゃあどうしようかなってなると、伸びになるんですよね。いろいろこう、ぐるぐる回った結果、伸びになっちゃうんですよ。これしょうがない。歩く、シエル、伸び、ナナヤ、ヒスコハみたいな感じになるんですよ。これしょうがない。で、アキハも、アキハじゃなくて、まあ、セッキシュとかもいるし、制服とかもいて、略称をね、ちゃんと決めないと詰んじゃうんですよ。で、フルムーン塔の式を F 式って言うと、当然 F 式になっちゃうじゃん。切り替え中断の F 式になっちゃうじゃん。だから F 式になっちゃうの困るし、F 領儀式ともごっちゃになるし、って言うと、F 領儀に、F 領儀とか F 伸びになるんですよね。しょうがない、これマジで。はい、という感じです。塔の式のお話でした。お便りいただきありがとうございます。まあ、フルムーン等の式のジャンビーね、ドクシッってパンチ、すごかったわ。